無能な日本人から教わることなんてない。昔よりも少なくなったとはいえ、まだ反日思想を持つ人が多い韓国。ある日本の企業にやってきた韓国人研修生も反日思想を持っていました。さらに社員の言うことを聞かず、社内でも住まいでも周りに迷惑をかけるばかり。注意しても聞く耳を持たず、韓国人研修生は公然と日本批判を続けます。しかしやりたい放題やった結果、問題行動が明るみに出て、韓国人研修生にはとんでもない結末が待っていたのです。一体何があったのでしょうか。今回は日本企業に訪れた韓国人研修生との間で起きたエピソードと、それに対する海外の反応を合わせてご紹介していきます。ぜひ最後までご覧ください。IT 企業を混乱させた韓国人研修生。こんにちは、私は後藤と申します。働き盛りの35歳で日本のとある IT 企業で働いています。うちの会社は提携先の韓国企業から海外からの研修生を受け入れているのですが、韓国からやってきた研修生とのエピソードを聞いてください。韓国人研修生の名前はキム。噂によると日本が嫌いみたいですが、それならなぜ日本の企業に研修に訪れたのか疑問ですよね。しかも彼は我々日本人に対して敵対心を持っており、研修の初日からやりたい放題です。彼曰く日本人の男性は軍隊経験がないから軟弱だと言います。確かに彼は韓国の徴兵制度を経験していたり、テコンドーの経験があるらしく腕っぷしは強そうですが、この企業のエンジニア技術とは関係ありませんよね。とにかく日本人エンジニアを見下していて言うことを聞いてくれません。基本の研修を始めようとしても、そんな簡単なこと分かってますよ、バカにしているんですか。もっと高度なことを教えてください。まあ無能な日本人から教わることなんてないですけどね、と文句を言って研修にならないのです。仕方がないので実践研修をしに現場に連れて行ってみたものの、基礎が全然できていません。やっぱり基本の研修からやりましょうと提案したのですが、受け入れてくれませんでした。結局実践研修から入ることになりましたが、失敗した後のフォローは私の役割なので本当に大変です。また社内をあちこち歩き回り、私の目を離れてしまいます。触ってはいけない機械に触ったり、アクセス禁止のデータベースにアクセスしようとしたり、会社のパソコンを使って業務に関係のない検索をするなどやりたい放題で、初めは親切にしてくれていた他部署の方々もキムに対して怒りの感情を抱くようになっていました。そしてある時、客先に行く機会があったのですが、キムも同行させてほしいと上司に頼まれたのです。社内でもやりたい放題なのに客先になんて連れていけないですよ、そう主張したのですが、さすがにキムも客先で無茶はしないだろう、日本語も結構うまいし大丈夫だから、そのように言われても私は心配で難色を示すと、やる気がないのか、それとも人種差別か、こう言ってくるので断ることができなくなってしまい、客先にキムも連れていくことにしました。社内外で続く韓国人研修生の迷惑行動。キムを客先に連れて行きましたが、禁煙区画でタバコを吸ったり、立ち入り禁止区画に入ろうとしたり、作業を後ろで見ているように指示しても言うことを聞いてくれません。挙句の果てに横から手を出して電源をショートさせ、液晶を落として弁償することになり、散々な目に遭いました。おとなしくしているよう注意すると客先でも怒鳴り出すので打つ手がありません。でもきちんと教育しないと、このままではとんでもないことを引き起こしかねません。同僚たちも一緒になってキムに注意すると、彼はやはり怒り出しました。軟弱な日本人なんかに注意されたくないね、僕に言うことを聞いてほしいなら勝負に勝ってみせろ、というので、近くにいた女子社員にお願いして、韓国のテコンドーを見てみたい、私テコンドーを見たことないの、キムが強いところ見てみたいな、と言ってもらうと、キムは気を良くしたのか、テコンドーの技を披露してくれることになりました。実際に見たキムのテコンドーの技は、テコンドーをやったことがない自分から見てもヘロヘロで、とても強いようには見えません。しかしそれでもキムは自信満々に、韓国の男は強いんだぞ、というので、私は長年している空手の技を見せることに。キムは空手はテコンドーのパクリだと笑いますが、高速で空手の型を披露してみせると、びっくりして目が点になっていました。空手を披露するのは社内でも初めてなので、先輩が、お前空手やってたのか、と声をかけてきたのです。少しだけですけどね。そう余裕たっぷりで答えると、その様子を見ていたキムは少し悔しそうな表情をしておとなしくなりました。
その日以来、以前のようにやりたい放題の彼は静かになりましたが、空手の件があって以来、別の問題行動を起こすようになったのです。キムは日本に長期滞在しているので、社宅の独身寮に住んでいます。その寮で音楽を大音量でかけたり、お酒を飲んで大騒ぎしたりしていると後輩から相談されました。寮長がキムに注意をしても一向に聞き入れないので、後輩がキムにヘッドホンを1週間だけという条件で貸してあげたのです。しかし、1週間経っても2週間経っても返してくれませんでした。返してほしいと言うと、日本人はケチだと言って返してくれず、大暴れするので手に負えないとのことです。そこで実態調査も兼ねて、僕は後輩の部屋に泊まりに行くことにしてみました。仕事を終えて21時頃に寮に到着すると、すでにキムの部屋からは大音量の音楽が聞こえてきます。彼は絶対に残業せず定時で帰るので、きっともっと早い時間から周辺住民に迷惑をかけているのでしょう。もはや非常識すぎて笑ってしまうほどです。寮長に挨拶をすると、待ってましたとばかりに私を迎えてくれました。韓国人研修生の暴走、寮内での格闘の末に、あの韓国人を静かにさせてくれるなら少しばかり暴れても構わないよということなので、力ずくでも教育をしなければと意気込み、キムの部屋に向かうことにしました。ドアをノックすると、中からキムが顔を出したので、音楽の音量がうるさいことと後輩にヘッドホンを返すように注意すると、彼は逆ギレしてきたのです。韓国では音楽を大音量で聞くのは普通のことだ、うるさくないしヘッドホンはもらったんだよ、近所から苦情が来ているから静かにしてほしいことや、ここは日本なのだから日本のルールに合わせるよう注意しても彼は聞く耳を持ちません。日本は後進国だから建物の作りが悪いんだ、韓国では音楽を流していても平気なのに、日本の建物は壁が薄くて外に音が全部漏れる、勝手に建物が崩れ落ちる国が日本の建物に文句を言うな、私たちの騒ぎを聞きつけて寮に住む日本人が集まってきます、彼らも日頃の不満が爆発してキムに対して迷惑だ、日本のルールに従えないなら韓国に帰れと言葉を浴びせます。多勢に無勢の状況や浴びせられる言葉に激怒したキムは私に蹴りを入れてきましたが、所詮は酔っ払いの攻撃、難なく避けて足をつかみその場に尻餅をつかせると、あまりにも簡単に負けてしまったことにショックを受けたのか、キムは目を丸くしてショックを受けている様子です。後輩はキムの両腕をつかんで反撃してこないように押さえつけています。もう大音量で音楽を聴かないしヘッドホンも返すからと半泣きでわめくキムを見ると胸がスカッとしました。後輩や他の部屋の住民もこれでキムがおとなしくなるだろうとほっと胸をなで下ろします。しかしさらなる問題がまたしても発生してしまうのでした。ある日出勤すると上司に呼び出された私、キムから話を聞いたのか、私がキムに暴力を振るったのではないかと責められたのです。私は酔っ払いを取り押さえただけでキムから攻撃をしてきたので正当防衛だったと主張しました。事の顛末を話して無罪放免になりましたが、その後寮長から、後藤さんがいないとやっぱりあの韓国人うるさいんだよ、悪いけど彼がおとなしくなるまで寮に住んでくれないかいと頼まれてしまったのです。寮長は私の先輩でもあり断りきれなかったので2ヶ月という条件で寮に住むことにしました。キムを黙らせられるのが私しかいないのなら、彼がおとなしくなるまでは仕方がありません。韓国人研修生の工具泥棒疑惑が社内を揺るがす。私が寮に住むようになってからキムは言うことをよく聞きおとなしくなりました。後藤が来てから韓国人研修生がおとなしくなった。彼は空手をやっていて、酔っ払ったテコンドー使いの韓国人研修生を一発で倒した。後藤の言うことなら何でも聞くぞ、韓国人研修生が問題を起こしたら後藤に相談するといい。寮長がそう言いふらしたため、キムが問題を起こすたびに私の元に相談に訪れる人が増えてしまいました。そのせいで客先でキムがトラブルを起こすと、私が手土産を持って謝罪をしに行くという羽目になったのです。そのうちキムの問題行動のせいで1ヶ月間大口取引先を出禁になってしまいました。これ以上キムを同行させることは危険なので、残りの研修は社内研修としてプログラムを切り替えることに。ところがキムは社内でも問題を起こします。社内研修で機械をバラしていた時のことです。キムはアメリカ製の非常に高価なボックスレンチセットを使っていました。私は新人用標準工具セットを彼に貸していたので、
なぜこんなに高価な工具セットを持っているのかと疑問に思ったのです。しかしよく見るとこの工具は別の科の林くんが持っていたものに似ている気がします。しかも林くんがつい最近社内に置いておいた工具セットがなくなったと大騒ぎしていたのも思い出しました。キム、その工具セットは林くんのじゃないか。借りるときは一声かけないとダメだろう。林くんが工具セットがなくなったと探し回っていたぞと声をかけてみました。違う、これは私の工具セットですよ。私を泥棒扱いするんですか。日本人はいつもそうだ。日本人は韓国からいろいろなものをパクって盗んでいったくせに。盗んだとは言っていない。ただ黙って借りるなと言っただけだ。徐々に口論に発展していく我々を遠巻きに見守る同僚たち。どんどん怒りが増して熱くなっていくキムは周囲の社員に、後藤さんに泥棒扱いされました、ひどい侮辱を受けましたと言いたい放題。そのうち騒ぎを聞きつけた上司がやってくると、どうして君は韓国人研修生とすぐにトラブルを起こすんだと言われたのです。勝手に人の工具を借りるなと言っているだけですと言うと、キムはこう言い張りました。これは自分の工具です。これはキムの工具だと言ってるじゃないか。もしこれが林くんのものでなく本当にキムのものだったら、君はどう責任を取るんだ。これは林くんのものです。もしこれがキムの持ち物だったら、私は責任を取ってこの会社を辞めますよ。ほどなくして事務員に連れてこられた林くん、ギスギスとした雰囲気に怯えている林くんにキムが持っている工具を見せると、彼はハッとして工具を手に取りました。社内泥棒事件発覚、韓国人研修生の大胆な犯行。これは僕の工具だ。グリップにマークが書いてあるだろう。これは僕のものだと分かるように書いておいたものなんだ。非常に単純なマークだったので、キムは自分が書いたマークだと言い張りますが、工具の持ち主が自分で書いたものを見間違えるはずがありませんよね。これは林くんのものだと大声でキムに怒鳴ると、キムは肩を震わせ顔を真っ赤にしながらドアを勢いよく開けて出て行ってしまいました。盗んだことがバレても謝らずに逆ギレするとは呆れます。私は警察に突き出した方が本人のためだったのではないかと思っています。そしてある日、キムが会社を休んでいる日のこと、彼が使っているパソコンの場所を変えるために動かしました。しかし動かした後に念のために起動しようとしたものの、電源を入れても立ち上がりません。内部配線が緩んだのかもしれないと思い、分解して組み直そうとしたところ、あることに気づいてしまったのです。分解するための工具セットが入っているカバンは15キロあったはずなのに妙に軽い。恐る恐るカバンを開けてみると、工具のほとんどが入っていません。もしかしたら後輩が借りていったのかもしれないと思ったのですが、借りてないです。そもそも後藤さんの工具は高価なものばかりだから借りる気が起きないですよ。キムが工具を持ち出しているのは見ましたけど、キムが持ち出したということは彼が盗んだのでしょうか。キムを同行させた時に工具を貸したことがあったのですが、高価な工具だから丁寧に扱ってほしいと説明したのが悪かったのかもしれません。高価ということを知り盗んでいったとしか思えません。そして立ち上がらなかったパソコンはというと、ハードディスク、CPU、メモリなどが抜き取られていました。外見からはわからないようにしてパーツを盗んでいったようです。韓国人研修生が引き起こした波乱の顛末。その後は各自紛失物がないか確認作業に追われる始末。私も確認していると部長に呼ばれ会議室に向かいました。部長はお金が入った封筒を僕に渡し、紛失した私物を買い直せというのです。足りなかった分は後で渡すというので、私はそのお金で紛失した工具を買い直すことにしました。後日再び部長に呼ばれ会議室に向かうと、そこには社長、寮に住む後輩と林くん、上司の姿があったのです。部長が林くんの工具の件を社長に説明してほしいというので、私は全て話しました。上司は苦虫を噛みつぶしたような表情でそれを聞いています。林くんは私の話をうなずきながら聞き、間違いないと断言すると、部長はご苦労様とだけ言って林くんを仕事に戻しました。そしてパーツがなくなったパソコンの件で領収書を見せてもらったのですが、総額20万円近くの被害が出ていたようです。上司はパーツが最初からなかったのかもしれないと言いますが、パーツがなければパソコンは動きません。別の人が盗んだのかも、キムが使っていたのも勉強のための分解だったのかもしれないと続けて言いますが、このパソコンはキムがずっと使っていたものです。それに返さなければ窃盗ですよ。この言葉に何も言えなくなってしまった上司、さらに工具を買い直すのに40万円近くかかったことを話すと、たかが工具でそんなにするわけがない、
と声を上げましたが、私の工具が高いのは舶来品だからだと説明をし、一つ一つ工具を見せていきました。工具が高すぎるとおっしゃいますが、この領収書は偽造されたものだと言いたいのですか。タジタジになる上司ですが、研修生が盗んだ証拠がないと指摘されましたが、後輩がキムが工具を盗んだ現場を見ていたと証言すると上司は絶句してしまいます。するとここまで黙って話を聞いていた社長が口を開きました。キムの所業は分かったが、技術の方はどうだった。全くダメで、うちの新人よりひどいですよ。教わる気もありません。そしてあの会議室での話をしてから1週間ほど経った頃でしょうか、キムが会社をクビになったと聞きました。さらに研修生を派遣してきた韓国企業との提携も解除となったのです。最近会社に来ないと思っていたら、まさか解雇されていたとは。解雇を言い渡された時のキムの様子は風の噂で聞きました。 IT 先進国の韓国で優秀な僕に恐れをののいて会社に置いておくのが怖くなったんだろう。僕を解雇することを後悔すればいいと言って悔しそうに去っていったそうです。最初から最後までトラブルメーカーだったくせに、よくそんなことが言えるなと同僚たちと呆れ返ってしまいました。海外の反応。今回の話題について海外のネットユーザーからたくさんのコメントが寄せられていますので、その一部をご紹介します。日本人が無能だったら日本はここまで発展していないはず。彼ら日本人は勤勉で真面目でとても素晴らしいよね。日本人は消極的なイメージがありましたが、凶暴な韓国人をおとなしくさせることができるんだな。まるで侍のようでかっこいいよ。自分たちのルールを守り、他者に迷惑をかけないように生活するという日本人の精神が僕は好きだ。問題をいくつか起こした時点で解雇すればいいのに、判断が遅いよな。やっぱり日本人は決断力に欠けているのか。僕は日本人からだったら何でも喜んで教わるよ。彼らは丁寧な仕事ができるから確実に自分のためになるはずだ。いかがでしたか。韓国人研修生が起こした数々のトラブルは多くの人を巻き込む事態となりました。しかし韓国人研修生の悪事が明るみに出たことで、問題行動が多い社員をいつまでも抱えていても損しかないと改めて感じることができましたね。海外からの研修生は貴重な人材ですが、どんな人と関わるかが自分自身や会社の未来にどう影響するかを考えていかなければなりません。それでは今回の動画はこれで終わります。ご視聴ありがとうございました。